今日も京都で新居作りということで今新居に来ております。新居のね、入居日を迎えてからもう1週間以上経つんですけど、もともとの家もね6月いっぱいで退去なので、今どっちの家も行き来しながら引っ越し作業を進めているところなんですけれども、基本的にまだもともとの家で寝泊まりしてまして、なんでかっていうと新居に寝床がないんですよ。だからまあなんかいろいろやってても結局夜は帰って元々の家で寝るっていう感じだったんですけど、ついにこちらに拠点を移します。というのもですね、ベッドが届きました。通販の楽天市場で買ったんですけど、結構レビューを見てると一人で簡単に組み立てられましたみたいな人と、組み立てが難しかったですみたいな人といて、どっちみたいな、自分はできるかどうかちょっと不安なんですが頑張るぞ。さあ、まずは何はともあれ段ボール開封。3つあってね、どれから開けていいか分かんなかったんですけど、直感でこの段ボールをまず開けております。開けるのも結構一苦労なんですよね。さあ、ようやく説明書を発見しました。説明書やっと出てきた。最初にこっちなんだ。これじゃなかった。最初にこのでっかい方だ。さあ、大きい段ボールを一生懸命運んでまいりました。そしてね、中身を出すのも一苦労だったので、こう引きずり出す作戦で出しました。これ今ね、足で段ボールを蹴っ飛ばして出しております。出てきた。よいしょ。ベッドの一番上の部分ですね、頭の部分。ちなみにこっち頭にして寝ようかなと思ってるので、これがこの辺に来る感じですね。はい、まずベッドフレーム、フットフレーム、中敷き板。あヘッドフレーム、フットフレーム、中敷き板に図のように部品を取り付けます。はーん。さあ、本当に分かっているのかちょっと不安なんですが、とりあえず使いそうな部品を取り出しております。分かったこれね、順調だよ。そしてフットフレームと中敷き板にもって書いてある。フットフレームどれ。なんでここ出しちゃった。もうやだよ。これフットフレームかな。よいしょ。分かった。こっちがフットフレームで、これが中敷きだ。はい、了解です。これ何の意味があるんだろう。なんでこれつける意味があるの。こうして、こうだね。こうして、やっとステップ1が終わった。そしたら、サイドフレームとベッドフレームとかける。はあ。はい、ここにかけて、はい、かけました今。かかってます。この状態で中敷き、中敷き、中敷き、中
中仕切りに乗せました。はい、中仕切りに乗せてます。乗せております。はいはいはい、オッケーオッケー。あ、できたできた、枠できてるよ。乗せると、オッケー。今このヘッドフレームと中仕切り板がつながりましたね。今度はこのフットフレームとつなげたいと思います。こうね、全然立てかかんないの。ああ、そういうことか。これを入れちゃダメだったんだ。これをきつく入れちゃダメで、引っ掛けられるように開けておかなければいけなかったようです。確かにさっき思ったのよ、このネジなんでこんな風につけてるの、ただの飾りじゃんって思ったけど違いました、奥まで入れちゃダメだったんだ。全然楽、全然楽に枠組みできました。ステップ3、床板を置きマットを乗せ本体は完成です。おお、じゃあちょっとその前にネジを全体的にきつくしますか。仕上げのネジ締めをこのクマさんにやってもらおうと思います。見てください。こうやってできるんです。すごくない？部分完成。嬉しい。で、今回頼んだやつが引き出し収納付きのやつなので、ここに引き出しがね入るので、その引き出しの組み立てをやります。さて、ラストのもう一踏ん張り、引き出し作りでございます。これがね地味にきつかった。なんか上の部分をですねネジで固定するんですけど、それが結構体力を使って、あ、今やってるこれですね、これが結構メリメリと木の中にネジを押し込むので、純粋に体力的に一番これがきつかったんじゃないかと。結構ね汗もじわじわかきまして、体力的にはこれが一番疲れたんじゃないかと思います。引き出しができました。これにキャスターを取り付けたいと思います。このキャスター取り付けも基本的にはね単純ですごい簡単なんですけど、ただ何もない木にメリメリとねネジを押し込むのが純粋に大変でした。というわけで完成いたしました。こちらベッドフレームはこんな感じですね。ここが木なのが可愛いなと思ってこの色を選びました。そしてここには嬉しい充電できるコンセント付きでございます。ここには引き出しがついております。あー、結構大容量なんじゃない？結構入れられるんじゃない？これ結構助かるよ、この収納。こんな感じです。あー、ありがとうありがとう。ベッド完成。はい、というわけで終わりました。いやー嬉しい。女一人でも全然いけますね。まあ、説明書を読み間違えたりしてちょっと違う方向に間違って進んじゃうとややこしくなるけど、基本的な作業自体は全然女性一人でもできる簡単な組み立てでした。いい汗かきました。というわけでバイバーイ。